こんにちは、絶望フットボーラーです。764日目ネクロール、連続10回挑戦ということで今日もやっていきたいと思います。さあ、前回見た感じだと、まあ、上半身をやっぱりこう左側にこう寄せて、で肩の先端からね、力を抜いた状態で上げるっていう、でゆっくりで最後上げるときにスパーンってこうちょっとスピードを出すというような感じでこう強弱をつけるという感じにしたら結構うまくいきました。なのでそれをちょっとね今日もまあ意識しながらやっていきたいと思っています。で今日はちょっと、ね、アングルを変えてここでやっていきたいと思います。よし、じゃあ今から5分間ですねやっていきたいと思います。よいしょ、こんなんでいいかな。
どうでしたか。今日はそうっすね、いまいちでしたね。なんか前回のようなこう強弱ができなかった。ただ一回いいところは、今日1回だけ7回かな、連続7回か8回行くことができたということは結構いい点でした。あとはまあそれをいかにこうなんだろう、いい感じのをこう増やしていくかっていうところだと思うので、まあ今日の動画も自分で見てやっぱりね、ちょっと次はどうしたらうまくいくかっていうのを考えていきたいと思います。今日はなんかなかなかそうですね、体がなんか思うように動いていないような気がしました。まあでもそうですね、まだまだできることがあると思うので、ちょっとね継続してやっていきたいと思います。はい、では今日はこれでおしまいにしたいと思います。また次も明日の自分が一番最高だと思えるように、まあ、今日も一生懸命努力して、過ごしていきたいと思います。ではまた、次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。